カゴ形三章、誘導電動機カゴ型回転子外燃図動体を両端で短絡した形状から、カゴ型と呼ぶカゴ形三章誘導電動機とは三小交流で回転磁界を生成し、動体の両端をすべて短絡したカゴ型構造のカゴ形回転子を利用した電動機である。巻線形三章誘導電動機や整流子電動機と比べた場合、掃除速が 鉄心の飽和時速に規定されるので、巻線の有機電圧は回転数に比例し、これに負荷電流による巻線の電圧効果を加えたものが端子電圧になる。この特性に合わせて、瞬時の回転数に比例した電圧と周波数の交流で運転すれば、高効率で優れた特性の速度制御が可能である。このような制御方式を、可変電圧可変周波数制御と呼ぶ。 しかし、従前は任意の周波数と電圧を自由に生成することが極めて困難であったため、商用周波数電源で運転されていた。そのため、軌道トルクが低く大きなモーターを使うなど様々の制約を受けていた。大電力半導体素子の出現した現在では、インバータによる可変電圧可変周波数制御が容易に利用できるようになり、従前の制御方式よりも、 現在の教科書、専門書の解説、解析はほとんど従前の固定周波数を前提に記述されているので、可変周波数動作では、滑り率を滑り周波数に直して考察するなど適切な変換が必要となる。特殊な使い方として、電動機は回転次回に見合った軸回転をしようと作用することから、二次側の回転が電動機回転を上回る場合に電動機回転に、 戻そうとする力が働くので発電ブレーキとして使用することも可能である。カゴ型回転子は棒状の胴体の両端を短絡管に溶接またはロー付けした構造になっている。小容量と中容量の誘導電動機では胴体と短絡管と通風翼が純度の高いアルミニウムの加圧鋳造で作られた一体構造となっている。時間定格にもよるが、 一般的に大型機には多動式の冷却ファン中小型機には自己回転軸に装備された自冷式の冷却ファンを装備するものが多く自冷式では静逆回転のいずれにも対流が発生するように延伸式ファンとカバーの組み合わせとなっている指導時の考慮点としては電源が許容できる指導電流固定しまき線の指導電流による電磁力に対する体力 回転指導体の軌道道存による発熱がある。低格電圧をそのまま投入する方法。特徴は、など。全電圧指導法を用いることができない場合は、以下に示す、現電圧指導法が用いられる。指導時に電動機の一時巻線を、スター結線として投入し、一定時間経過後に、デルタ結線とする。5 5キロワット以上の電動機で、軽負荷、または、 無負荷指導のもの。あるいは送風機などの強マイナス弱切り替えにも使われる。電磁接触機を3個使用した3コンタクター型が推奨されている。これは電動規定指示に電圧がン果されないものである。特徴は、指導時に電動機の一時巻き線と直列にリアクトルを挿入し、起動後に短絡する。なお、一時巻き線のうち一章。 または二章のみにリアクトル、または抵抗器を挿入するものは、クザ指導と呼ばれ、リアクトル指導法の簡易版といえるものである。ポンプファンなどの事情低減トルク負荷のクッションスタート用として用いられる。特徴は、V 結線の単管変圧器を使用して、電圧を下げて指導し、起動後に全電圧を投入する。指導電流を特に抑えたい場合に使われる。 特徴は、電動機の一小有機電圧と回転数回転数、周波数と電圧が比例本来は、速度制御の手段の一つであり、曲数変換方式の電動機は、ポールチェンジモータと呼ばれる。固定子コイルの接続を切り替えることにより、次回の回転数を変化させ、指導特性の調節や回転子の速度制御を行う。特徴は、指導と、 速度制御とを兼ねる方法である。インバータ法、可変電圧可変周波数制御、交流入力を大電力半導体素子などを用いたインバータにより周波数に比例した交流の電圧を発生させて速度を調整するもの。モータの逆気電力に回路のインピーダンス効果を加算した電圧を加えることが特徴であるが、これは直流機器動法と共通であり、 交流のため制御要素として周波数と位相が加わっている。参考、火力原子力発電、筆形火力原子力発電、技術協会、クローリングとは、始動時に同期速度の1、7付近でトルクの谷を生じ、負荷の要求するトルクよりも小さくなり加速しなくなる現象である。時速成分に基本波と同方向の第7超波を多く含むために起きる。 指導電流に近い電流が流れ、持続すると賞損する。軽減策として斜めスロットが使用される。ありがとうございます。